米女子ツアー2年目の渋野日向子、直前3試合のアジアシリーズでも上位に食い込めずポイントを稼げないまま、ランキングはシード圏外の81位に弾き出された。今週の TOTO ジャパンクラシック、茨城、太平洋シーみのりシーは、国内唯一の米女子ゴルフツアーの公式戦。ファンが多い日本で一気にシード入りを決めたいところだが、初日は厄介な相手とのラウンドとなる。2年連続の年間女王を狙う山下美夢有、22だ。この大会が今年と同じ会場で行われたのは2020年。コロナ禍で20年と21年は合わせて1シーズンとなり、当時はメルセデスランク12位、16位、賞金ランクでは13位、19位で山下が渋野日向子をやや上回りながら、今大会の成績は山下より渋野日向子は上位だった。ツアー関係者が言う、と入っても、通算6アンダーの30位と1アンダーの57位ですから大した違いはない。むしろ渋野日向子は山下に格の違いを見せていた。19年に海外メジャーの全英女子に優勝し、同年は国内でも4勝。21年もとうとう直前の大会で勝ち、2勝していたトッププロですからね。一方の山下は19年のプロテストに合格し、2年目の21年は19歳で初優勝を挙げて注目されるも、同年の主なスタッツを見るとベスト3に入っていたのはリカバリー率 70.0127% だけでした。安定感抜群の山下美夢有に気遅れしないか？ところが、今の山下は当時とは別人だ。昨季は5勝し、平均ストロークは日本勢初の60台をマーク。メルセデスランクトップで年間女王に輝いた。今季もすでに4勝し、通算10勝。生涯獲得賞金は22歳81日にして5億円を超え、ツアー最短記録を更新した。前出の関係者が言う。山下は平均飛距離こそ61位、236.69 ヤード、だが、他のスタッツはトップや3位以内がずらり。平均ストロークも唯一の60台でライバルを圧倒している。今年の会場は池が絡むホールもあるものの、基本は両サイドに樹木が並ぶ典型的な林間コース。20年は3日間大会でシンジエが19アンダーで優勝。飛距離が劣る選手でも正確なショットで上位争いができる。山下はフェアウェイキープ率 79.0845%、 2位、パーオン率 73.9104、 4位、パーオンしたホールの平均パット数 1.7190、 1位でバーディー数398も2位。グリーンに乗せればバーディーが取れるし、外してもリカバリー率 69.6471%、 2位ですから攻めのゴルフでバーディーを量産しつつも安定感は抜群です。渋野日向子は来季のシード権取りにはポイントランキング80位がマスト。今はシード権のことが頭から離れず、プレーに集中できていない印象です。ショットが不安定でグリーンに乗せても難しいラインばかりでパットも入らない。山下のゴルフに気遅れしなければいいのですが、主戦場は違えど3年前とは立場逆転だ。渋野日向子は夕日を受けて調整山下美夢有と笑顔で会話、青木瀬令奈とはハグ交わす場面も。日米ツアー共催の TOTO ジャパンクラシックに出場する渋野日向子が31日、コースを回って感触を確かめた。午後3時にコースに姿を見せ、10番からの9ホールを回り2時間近く調整。最後は夕日を受けながらショットやパッティングを確認した。第1ラウンドを同じ組で回ることが決まった山下美夢有と笑顔で会話し、青木瀬令奈とはハグを交わすなどリラックスした表情を見せる場面もあった。年間ポイントランキング上位80位までに来季の米ツアーシードが与えられるが、現在わずかに圏外の81位。今大会でどこまで順位を上げられるか？キム・ヒョージュ、渋野日向子、原英莉から登場で百花繚乱 TOTO ジャパンクラシック前夜祭が開催。日本で唯一開催される米国女子ツアー TOTO ジャパンクラシックの開幕を2日後に控えた31日火曜日、茨城県つくば市のホテル日光つくばで前夜祭が行われた。米ツアーメンバーからは畑岡奈紗、古江彩佳、渋野日向子ら43名、日本ツアーではメルセデスランキング1位に立つ山下美夢有、美和明愛、千里ツインズ、安田優香ら35名の全選手が出席。それぞれが好みのスタイルに身を包み、茨城の夜を彩った。原英莉花は黒のパンツスタイルで出席。12月の米女子ツアー最終予選会、Q スクールへの参戦を決めている吉田優利は爽やかな青のワンピースで登場した。
昨年大会はスコットランドのジェマ・ドライバーグがツアー初優勝。キム・ヒョージュ、韓国ら世界トップ選手たちが来日し、アジアシリーズ最終戦として日本勢と熱き戦いを繰り広げる。全集積杯のアタヤ・ティティクルがトップ10入り、渋野日向子はシード圏外の81位に、米国女子ポイントランキング。今季4勝目を挙げたセリーヌ・ビュティエ、フランスが500ポイント、ポルトガル語を加算して通算3076プラチナとし、2位以下に約600プラチナ差をつけてトップを快走。また、9ホールのプレーオフの末に、ビュティエに敗れた20歳のアタヤ・ティティクル、タイは320プラチナを獲得し、13位から7位にランクアップした。日本勢トップは古江彩佳で変わらず、名バンク選手権では29位タイに終わり、8位から9位、1715プラチナに一つ順位を下げている。その他、笹生優花が16位、畑岡奈紗が19位、西村優菜が51位タイと、最終戦出場圏内のトップ60にいる。来季のシード権はポイントランキング80位以内だが、勝みなみは77位で圏内、渋野日向子は81位で圏外となっている。今週は予選落ちのない TOTO ジャパンクラシックが日本で開催。少しでも上位に入ってポイントを積み上げたいところだ。なお、ポイントランキング2位は今季3勝のリリアブ、米国、3位は今季2勝のイン・ルオニン、中国、4位キム・ヒョージュ、5位コ・ジンヨン、ともに韓国、と続いている。トップ5で今週出場するのはヒョージュだけで、他の4人とティティクルはいずれもエントリーしていない。